おはようございます、えー、今日はちょっとあのここちょっと高くしてあの、えー、と前言いましたようにあのビデオ撮影してもらってますのでその関係でちょっと高くしないとここが映らないということでちょっと高くしてますけど、えー、と今日はですね、えー、今,まで今までは一個の,あの力学系で言えば一個のお失点 が運動状態振動状状態態振ををするきの様子を着目して見て見ました。で、それね1個の運動状態の時にそこに抵抗力が働くとかそれから外力を加えてやるとかそういう時にどういう振動また振動状態がどのように変わるかということのお話をしてきました。ところがですね <laughs> 我々の身の回りには何にも振動するものが1個だけじゃなしに互いに相互作用をしながら振動するということがある。で今ここのところでこれまあ振り子の例ですけども、えっと、振り子があの糸の長さがですねこの振幅に比べて十分小さい時にはこれ単振動になりますよということでこれ今単振動をしているわけですね。ところが このもう1つあるこれはですね2つの失点が相互作用をしながら振動しますよという状況それでこう振らしてみますとこれは例えば1個だけに着目したとしてもですねこれとても単振動サイン・コサインで表される単振動ではないわけですねなんか途中で一瞬止まったような変てこな動きをしていると。 で相互作用これはこのバネで2つの粒子が相互作用しているようなゆえに変、えー、とこな、まあ、こういう動きをする。というかそれからですね、えー、一項締めの最,の最初の時にですね、えー、こういう物体固体を考えたら固体というのは多くの原子や分子が互いに相互作用をして、えーえー、存在しているものですよと。 そして物体が温度を持っているということは一個一個の原子分子がエネルギーを持って運動エネルギーを持って微小振動をしてガーッと激しく動いているこの激しく動いているエネルギーが温度に当たるものですよという話をしましたで、そういうのは非熱であるとか熱伝導であるとかそういうふうなものにも影響をしてくる現象なわけですけどもともかく原子分子多数の原子分子 アボガドロ数個10の23乗個オーダーの非常に多数の原子分子が相互作用ししてて振動している状態なわけですねでそういうふうな多数の粒子が相互作用して、えー、運動している時に一体どういう振動状態なのかということを考えようというのがこれからやろうとしていることです。で えと今まここの模型で示したこの今まず多数の粒子の場合に行く一番最初の入り口として2個の粒子がこういうふうに相互作用して振動している時に一体どういう運動状態になっているのかというのを考えましょうというのが今日やろうとすることで互いに相互作用して運動しているということで第2章第3章。 第三章連成振動2つが関係し合って振動しているということで連成振動という現象を連成振動というものでそういう多数の粒子の振動状態というものは我々の目の前にたくさんあるということはご理解いただけると思います。 それでまず3の1としまして今お見せしましたモデルのように二粒子系二流子系連成振動二粒子系の連成振動を考えてみることにします。 でこれまあモデルとしてはですね滑らかな平面上に粒子がありましてそして3つのバネでつながっていますという状況が今ここにお見せしているモデルであるわけですね。で今理想的な場合を考えてそこは滑らかであって摩擦減衰とかは今ない状態を考えます。 単に1番目の粒子と2番目の粒子があって質量は同じ m としておきましょうそしてバネ定数が両側が k で真ん中は今 c ということで真ん中の特徴が見えるように c としておいて、え。ー まさにこの机の上に置いているモデル、まああのえー、摩擦がないようにするために、まあ、上から糸でつってあるという状況でこの運動を考えてみようということです。さてそうするとですねこの運動を考えるときに力学系ですので運動方程式を立てて考えましょうというわけですね。でこの時に えとこういう多数の粒子がある時にはですねそれぞれの安定点これ安定点はバネの自然長のところで止まっている状態の時ですけどもその安定点からの変異量を x1 だからあそこを0点として変異量を x1 それからこれも2番目の粒子の安定点から安定点をゼロ点としてそこからの変異量を x2 ということでそれぞれそれぞれの粒子ごとに原点座標を取るということをして2つの粒子の位置座標の変化を追っていきましょうということをします。それで 力学系で運動方程式を立てましょうということでそうすると1番目の粒子質量が m であって加速度 d の x 1の粒子の加速度ということで。 でそこで一番目の粒子に働いている力を全部足し合わせてやればよろしいというのが運動方程式なわけですねそうすると左側のバネからは今正の量伸びたとするとバネが伸びましたからフックの法則で左向きにマイナス左向きですからマイナス k の x1 という力が働きますねということになります。 それから次に右側のバネ、C のバネからも、えー <coughs> フックの法則で力を受けるわけですけどもこのバネの伸びというのはバネの伸びは伸びの量はこれは x x 1そしてバネ定数が c なわけですけども自然長からの伸びがこれで表されるそれで今今 x 2が大きくてあの量が正だとしますと,、えー、とこれ伸びてるわけですから えーと縮網とするということになりますので縮網というのは右側に力が働くということですのでこれプラスですねと右側に働くというのでプラスですねということに今りで1番目の粒子に働く力は全部書き込めました。で2番目の粒子に関して質量を m でまた2番目の粒子の加速度は x の時間での2回微分ですね でまた X2 に働く力でまず k のばね x2 正だけ動いたとすると縮みましたから、えー、とこれが伸びようとしますので左向きに力を受けるということでマイナスの k の x2 という力が左向きに働きますね。が次 c のばねからは今 x 2マイナスの x2 のというのが正のの量としますの方がちょっと伸びて正だとしますと,、えー、とこれ伸びてますからこれ縮もうとしますから縮むということは左向きに力を受けますから、えー、と −c の力で左向きに力が働きますねということでこういう連立方程式 x1 と x2 が立ち上がるできるということになります。 さて今ですね、これ力どんな力が働いているかということで、えー、力が働いているかということでえー 力を書き加えていくということで運動方程式を立てましたけれどもこれが右向きに働いているか左向きに働いているか中譜なことで割とプラスマイナス面倒くさかったわけですけれどもこれポテンシャルで考えるともっとプラスマイナス気にしんともっともう形式的にバッババッといけるんですよね。今ポポポテテテンンンシシシャャャルルルこれバネのポテンシャルバネネのポテンシャルのので この、K、力学系を考えればこれの運動エネルギーと運動とそれからポテンシャルエネルギーの中で動くわけでそのポテンシャルを見てみるとポテンシャル V としますとそれぞれのバネの持っているポテンシャル K の左側の端のバネは1 2分、えーえー、の 1K の X1 の2乗 X1 の2乗。 えっとこのバネはだけ伸びていますからえ伸びていますからポテンシャルエネルギー1分の 1k の事情それから真ん中のバネはえ1 2分の1のバネ定数 c でえーと伸びている量は x2−x1 これの事情ですからもうここのとこ差だけ取ってやってですねあんまり差だけ取ってやったらバネの変化量でそういうのまあ二乗になっている。 といいいうことでプラススマイナス気にしなくていいそれから一番右端のバネについてはバネがだけ縮んでますのでポテンシャルエネルギーが1 2分の 1k の事情というこういうポテンシャルエネルギーを持っているということになります。 そうすると運動方程式を求めるときにはポテンシャルエネルギーの微分が、えー、ですからあポテンシャルポテンシャルという、えー、と力とポテンシャルの関係として覚えておかなければならないベクトル量 F というのは3次元空間で書きますと,、えー、と F イコールマイナスグラディエントの グラディエントの v というのがポテンシャルであるわけですね。でこれはマイナスナブラのナブラの v と。 いうふうに書いてもいいですけれども結局これはマイナスのポテンシャル V を x で微分したものを x 成分としポテンシャル V を y で微分したものを y 成分としポテンシャル V を z で微分したものを z ベクトルとするベクトル量を表現するのがグラディエントなわけですね。それで力 F がこれ出てくるというわけですね。 で今,の場合は今の場合はそれでこれを使ってポテンシャルを計算してやればよろしいと。でそうすると1番目の粒子 D の x の2回微分力かける加速度イコールで1番目の粒子に 1番目の粒子の加速運動方程式としては1番目の粒子にかかる力を全部足し合わせてやればよろしいということでこれはマイナスのデルタ v のデルタの x1 というのがそれにかかっている力ですよとポテンシャルの x1 での微分がポテンシャルですよということになって そうするとこのポテンシャルを X 1で変微分してやりますとマイナスがあることを気をつけてマイナス2分マそれからここのとこはマイナスが出ここのとこで X 1の変微分 X 1でマイナスが出てきますのでこのマイナスとキャンセルしてプラスの c の x2 マイナス x1 ということで出てきます。 それから2番目の粒子についての運動方程式は x2 の x2 の二回微分は f の2番,2番目の粒子に働く力を計算すればいいということでポテンシャルを x2 で変微分してやればよろしいと x2 で変微分してやるということで。 これを x2 で微分すると今変微分すると x1 の部分はこれ x2 がありませんのでこれは0になっちゃうだからここのところは x2 出てきてここがマイナスがありますのでマイナスの c の x2 マイナスの x1 ですねそれからこれここのところで変微分 してやりますとマイナスのと K の x2 とマイナス K の x2 ということになるわけですね。そうするとこの方法で求めたのはちゃんとこれと一致していますし、からポテンシャルで求めたこちらはこれにちゃんと一致してますねと。 ということで、えー、ポテンシャルの方から求めてもよろしいですよということになります。さてこれで、えー、運動方程式がここで出てきましたので、えー、この運動方程式を解いてやれば、えー、x1x2 の運動状態を知ることができる。で、えー、x1 と x2 両方とも粒子のポジション図。 安定点からのズレを意味してるわけですけども時間に依存しますよというのでこれ解いてやればよろしいと,ところがこれ見てみるとですね今 x について解こうとすれば x1 の解けばここのところに x2 これも時間的に変化してて x2 のインフォメーションが必要なわけですねで x2 はどうなるかいうと x2 見たら x2 を見ようとするとまた x1 がここにあると。 いうことで結局、X、これ x1 と x2 が絡み合っているということでこれは連立の連立の線形微分方程式線形、A、微分方程式になっているということが今までと大きく違うところであって。 えー二,粒えー、二粒子形を取り扱い出すとですねこういう連立の微分方程式になって絡み合ってるということになってくるわけですね。でその時そしたらどうするこういう連立のものを解くときにどうするか。で普通皆さん、えー、と高校までに習,習われている x と y についての連立方程式なんかがあるとですね X だけの方程式にガシャガシャ変形して2つの式をいろいろ変形して足したり引いたりしてですね、X、だけの方程式から Y だけの方程式に直して XY を求めるということをするわけですけどもえこの 連立線形微分方程式の場合も同じように、えー、やるわけですけどもだけの方程式だけの微分方程式に持っていくことは一般には簡単にはでき,できなくって、えー、変数変換というテクニックを、えー、線形結合線形というのは一次で、えー、2乗とか3乗とか4乗をしないで。 とととか積をしないということですね足したり引いたり係数をかけて足したり引いたりするというのが線形結合そういう2つの線形結合をすることによって一変数の微分方程式に持っていって解くということをします。 で今言ったように係数をつけても構わないけど定数の係数をつけても構わないけども足したり引いたりしてやって一つの変数だけの微分方程式に持っていってやるというふうにするというのが線形微分連,立方程式連立微分方程式のやり方になります。でそういうい意味で線形結合 線形結合とということをややってやりますでそのためにですね今あこれ一番これを一番目の式これ二番目の式と番号をつけて線形結合としてですね x1 の式 <laughs> x1 の式の、まあ、1倍そのままとですねそれから2番目の式の p 倍と。 いうのの足し算を一回やってみましょうそうすると左辺どうなりますか左辺はこれをやってやりますと D の二回微分のえっと上が x1 プラス p 倍の x2 とこう左辺はなりますよね それから次右辺の方は足し算をしてやりますと k でくくってやりましてス k の x1 プラス p 倍の x2 とこうなりますねと。それから次の2項目同士はあと p 倍して足してやりますと足してやりますとプラスの c でプラス c でくくってやりくくってやりましてくくって で、やりまして、えー、そうすると、お。えー、と、えー、と、ピ、えー、マイナス、一の、x 1クスマイナス、シピの。えっ、ー、と、エックス、う、う、う、違う,違う,違う、違マイナス。プラス。プラス、一、マイナスピの。えっ、ー、と、エッと。えー、と、エ。 x1 については x1 については cx1cx-cx1 それから cx2 ですねそれから x2 については p 倍して cpcpx1 プラスの cpx1 それから p 倍して、えー えー、-cpx2-cpx2 今度よろしいですね、えー、こういう、えー、p 倍して足し算してやるとこういう式が出てきます。さてここでですねこの式に着目しましてこの式に着目して今 x えー、ここのところはあ、x1 プラス x2 ということで x1 と x2 がこれ1対 p の関係で入ってるんですね前のケースが1対 p 1と p それからここも x1 プラス p 倍の x2 という格好で入っている そうするとここもです、ね。ここは p-1x1 から 1-px2 とこうなってますけども、こここちらもですね、x1 と x2 の係数の比が1対 p になってるけども、ここも1対 p になるように p を決めてやれば、全部この x プラス px2 x1 プラス px2 ここも何倍かの x1 プラス px2 という括弧にしてやれば全部同じように x1 プラス p 倍の x2 という形に持っていってやれば えこういう新しい変数に関しての方程式に持っていくことができる。ということで x と x の前の係数の比率が1対 p であるというこの1対 p という関係がここでも成り立つようにここの x と x でも成り立つように1対 p が p 1対 p。 1-P 1というのである前にファクター倍ついてもいいのでこういう比率になるように p を決めてやるということをしましょうそうするとこれから出てくるのはえっと p 倍の p − 1 1 p ですからこれは p これは p の事情 イコール1ですからこれは p ス1というのを取ってやればよろしいですねということになってくるそうすると p= イコール今1の場合 p=1 の場合というのはえっと微分方程式どうなるかというと、X、その時微分方程式は d の dt の2回微分の p が1ですので x 1 x 1 x 2 x 2イコールマイナス k の x1+x2+c の p1 ですからここ0になり p1 ですから0になってこれだけになるということになります。 じゃあ p イコールマイナス1だったらどうなるかというと m 倍の d の2回微分 d t の2回微分で x 1マイナスの x 2となるわけですね。そうするとここがえっとこれがマイナス k のえっと x 1マイナス x 2ですね。 それからプラスのプラスの c の、えー、とここがマイナス1ですからマイナス2になってしたがってここマイナスですねマイナスの2倍の c で,でそれでマイナス2倍の c で括弧ですかそれでここがマイナスえーまえー、と,マイ,、えー、とマイナス1ですから2になって。 2プラス2になってプラス2ですから x1−x2 になるのか −x2。ということはこれくくってやりますと−、えっと、ス k マイナスの k プラス2倍の c の、えっと、x ええー、そうですね x 1マイナスの x2 とこうなるわけですね。 こういう2つの連立微分方程式が出てくるというこういう2つに変形できたすなわちこういうのになるこれここでも言ったようにこれは x1 プラス x2 というものを 一つの変数と見ればこちらにちゃんと x1 プラス x2 があるだからこの式は x1−x2x1−x2x1−x2 ということで最終的にこれ x1−x2 だけについての微分方程式になってくるすなわちここのところで改めて q1 というのを x1 プラス x2 という関数と見て それから q2 という変数を新たに x 1 x 2というこういう変数に置き換えてやったとするとこの微分方程式は m の d の q1 についての2回微分が k の q1 になってるし m の D の2回微分の Q というのの2回微分がマイナスの K+2 プラス2倍の C の Q というこういう微分方程こういう変数変換こういう Q という新しい変数を導入してやれば Q についてこういう微分方程式が出てき Q2 についてこういう微分方程式が出てくるとふうなのが出てきましたということになるそうするとここでこの微分方程式を見てみるとこの微分方程式見てみるとこれはもう何回も出てきてるこれ,これはまあ直してやればまあ d の2回微分の q の dt の2回微分イコールマイナス m 分の k の q という微分方程式でこれは q という微分方程式に関するこれ単振動の微分方程式なわけですね。何回も出てきた単振動の微分方程式であってこれはえっとオメガ,オメガ1と。 いうのがルート m 分の k というこれ単振動をしますよと単振動をするという解が出てくるということはもう皆さんすでに何回もやったねわかると思いますこれは結局 q1 イコール a1 コサインのとオメガ 1t プラスアルファ1というこういう解を持ちますよと。 いうこ,とでこれ2回の線形微分方程式ですので2定数 a 1 α 1という2つの2定数をもってオメガ1というのはこの周波数 m 分の k でバネ定数 k とそれから失点の質量 m とで決まってくるオメガ1という周波数で q1 という座標はこういう単振動をしますということなです。 2番目の式を見てみるとこれも D の Q, の Q についての2回微分 Q についての2回微分イコール M 分の K+2C プラス2 C の Q, 2と,いう Q 2という格好でこれは Q 2の2回微分がマイナスの0回微分ということでこれも単振動の微分法。 微分方程式でコサイン核、えー、振動数オメガ2というのはこれのルートになってくるわけですね。M、分の、K、プラスというのの単振動をしますよということはもうこれが解ですよということはもう何回も示しました。でこれがしたがって Q というのは a、えー 2 a 2コサ o ンのオメガ2 t プラスアルファ2という単振動をしますよということが解として今度求まりましたということなわけですね。それでそうすると今今度 Q について解けましたけども。 今我々が求めたいのは x1x2 が求めたいところなわけですね。な x1 はどうなるかと x1 は x1 はどうかというとこれ逆変換してやればよくって x1 はこれ足し算して2で割ったらよろしいから2分の1の q1+q2 というのが x1 ですし x2 はこれ引き算してやって x2 イコール イコール2分の1の q 1マイナスの q ということで逆変換してやれば逆変換してやれば x1x2 は求まりますよということになりまして結局これやってやると x というのはこれから。 Q1Q2 がこれで求まりましたから X1 イコール2分の A1 コサインのオメガ 1T プラスアルファ1プラス2分の A2 のコサインのオメガ 2T プラスのアルファ2と いうのが X1 の解ですし X2 は二分の A1 コサインのオメガ 1T プラスのアルファ1マイナスの二分の A2 のコサインのオメガ 2T プラスアルファ2ということで最終的に求めたい X1X2 の関数 T に関する 解が求まると求まるとるいうことになってんで解が求まりましたということでめでたしめでたしということになりますさてそれでですねこれをんで解が求まりましたということで結局 X1 は 2つのコサインの和で表現できるし x2 も2つの和で解が求まっているということなわけですね。それでちょっとこれの今度物理,物理的な観点この解はあ数学的にはですね今これ2回二、えー、変数二変数 x1x2 という2変数であってでそれぞれが えと2回の微分二回微分二回微分の方程式方程式である,わけあるわけですね。でこのことからですね結局、えー、2変数で2回ということで合計4つ 2×2 で4つの2定数を含んでいると4つの2定数を含むのが一般解。 一般なわけですね今それは A1 それから A2 それから ααα という2 4つの二定数を含んでいるということでこれは一般解ですよとこの x1 求めた x1x2 は一般解ですよということで今でよろしいとで一般にこの二定数というのは初期条件から決まりますよと。 いうこと、初期条件、え、t、例えば、t、あ、t イコールゼロの時の条件から、あ、を決めてやると、a1、a2、アルファ1、アルファ2がまあ決まってくるというのが微分方程式の解の意味するところであったわけですね。さて、それでちょっとここで、あのー。 今座標変換という変数変換をしているわけですけども、数学的にはまあ混んでいいんですけど、これのちょっと物理的描像として新しい物理用語がありますのでちょっと説明しておきます。これはまあ物理学上の用語でまあ割と頻繁に使う用語、新しい用語ですけど、で今ですね、x1、x2、x1 x1 とかそれから x2 というのは物理学的に見ればこれは実座標これの安定点からのずれという座まさに場所を表している位置を表す座標であってちゃんとイメージのある実座標であるわけですね実座標実際の場所を表して物理的に場所を表している 実際の座標であったわけですね。で、これを今、えー、線形結合を X1、X2 をまあ1、1の線形結合を 線形結合、この最終的な結果が結局 p がプラス1であるかマイナス1であるかということで結局あこのところで、えー、と x1 プラス 1, 1 p イコール1なら x1 プラス x2 になってるし p イコールマイナス1だったら x1 マイナス x2 という変数変換をしたことと同等でここで線形結合これをここで、えー、線形結合をして、えー、やりましたと線形、えー ちゃうか線形,線形,線,、えー、線,形線形結合という結合という結局座標変換座標変換をしてやってる変換をしてやってその結果 その結果という座標を導入してやったわけですね。でこういうふうに Q1Q2 と何か適当に。 えーえー、ああいう q 1 x 1 x 2, x, 2 x 1マイナス x 2というふうに Q1Q2 置いてあったでこれ置いてあったのは単にまあ数学的に大きく線形結合してるだけなわけですけども、えー、これ一次結合であるということ線形結合であるということで座標のディメンジョンは持ってるわけですね座標のディメンジョンは持ってる。でそういうい意味で えー、座標という性格は持っていてしかし、えーえー、別に実座標実際の座標をまあ表しているわけではないというふうなそういう座標のことをこれを一般化座標と一般化座標座標の数学的性質は持っているけども。 えー、物理的なあイメージはあのー、意味は必ずしもぼやけてきている、まあ、そういう座標のことを一般化座標というふうによりそういうともかく変数変換線形結合をして一般化座標に持っていったで今結果的にうまいことそういうけけい一般化座標を入れてやることによって Q1Q2 が 1> Q 1と Q2 が Q1 と Q2 がこれ単振動をしている座標に持っていったわけですね。Q と Q2 が Q1 と Q2 が QQ1Q1 これですね Q1 と Q2 が単振動をしているような座標に持っていくことができたわけですね。でこういう単振動をしてい,しる,している座標のことをこれを基準座標と。 いうふうふに呼びます基準座標というふうに呼びます。それで結局基準単振動をしている一般化座標のことを基準座標というふうに呼ぶと。 いうことですそれで今こういう基準座標に持っていってやると Q1Q2 というのは単独の単振動単振動をしているすなわちこういう単独相互作用ないわけですね Q1 と Q2 は相互作用なしに単独の振動単振動をしているでこういう単振動をしているこの振動のことを基準振動 いうふうふに呼びますこういう振動のことを基準振動まあこういう基準振動という言葉ですねそうすると結局この言葉を使って表現すると x1x2 という実座標の 状態実座標 x1x2 の時間変化の状態を我々は知りたいんだけどもうまく変数変換をして一般化座標を求めようということでやってそしてある上手に一般線形結合をしてやると q1q2 という基準座標に持っていくことができてそして q1q2 は基準振動をしてますよと。 いいうう結果が出てきたということこになりますそれでまあ基準座標基準振動ともかく単振動をしているという座標が基基準準座標基準振動とということですさてそうすると次今度数学的に大体求まりましたのでこの解この解は一体何を意味しているのかこの物理的意味を考えてみましょう。この 結局 x1x2 は2つの2つの基準振動の和になっているということになっているわけですね。x1x2 という実座標の振動状態は基準振動の和になっている。x2 もオメガ1と、M、オメガ2という基準振動の和になってますよということになっている。すなわち こ,れここのモデルで言えばですね今勝手に初期条件を与えてこう振動させてやったこの振動状態はオメガ1とオメガ2という2つの単振動基準振動の実はこれ和になってますよというわけですね。これのの単振動の和というのがわりますかのの単振動の和になっているというふうに見えますか 見見ええなないですね <laughs> 見えなくどんな振動状態かわからないその一体このこれが今2つの基準振動の和ですよと言わ,言われてそして実際2つの二つのコサインの和になっているわけですからオメガ1オメガ2オメガ1オメガ2という2つでオメガ1オメガ2は値としてはあれたわけですね。 それのこれワーになってますよ言われてもちょっとわからない。これがどんな基準振動のワーナのかということをもろにお見せしましょうというのがこれからのお話です。そうすると、と A1、A2、アルファ1、アルファ2というのは初期条件から決まる二定数ですよというわけですので。 これは2位に決めてやってそういう初期条件2位に決めるということはある初期条件を設定してやれば A の A1A2ααα2 決まってくるわけです。それで初期条件今 A2 イコールあそれでやろうとしていることはあ一体どういう振動かどういう,う振動かと。 といいうことを知りたいわけで今 a 2イコールゼロとこういう初期条件 A1A2 なので初期条件こういううまいこと初期条件を設定してやって a 2イコールゼロという初期条件に持っていけたとしましょうこういうまあこれこういう初期,初期条件こういう初期条件というか。 初期条件というか、まあ、a a a two イコールゼロの場合とこうただまあ思ってもらってもいいです。単にもう前のケ係数 a two イコールゼロ、二なんだから a two ゼロに持っていこうというわけです。そうすると a two ゼロに持っていきますと q o n いくらですか。q o n イコールそして q t w はいくらですか。x o n はいくらですか。x t w はいくらですか。すかとこれ見てやればよろしいいですね。そうすると,えーと a two がゼロですから。 えっと Q、Q 向こうにありますね、えーえー、Q1、えー、イ,イコール a 1コサインの、えー、っとオメガ 1t プラスのアルファ1、それから Q2 イコールゼロ ということで結局基準振動 Q2 を消してしまったことになっているそうすると x1 というのは2分の、Q、1の Q1 になっちゃって Q20 ですので2分の 1Q12 分の1の a2 のコサインのオメガ1 t プラスのアルファ1とこうなるわけですね。それから X2 は えと q1 マイナス q2 ですので q2 なわけですけれども q2 がゼロですからまたこれも二分の一の q2 になりまして二分の一の a2 コサインのオメガワン t プラスのアルファワンとこうなるわけですね。ということは x2 イコール x1 なわけですね。このときということは q1 というえと x1 が えこういう振動であればですねがこういう振動であれば X2 も全く同じですよというわけでえこういう振動状態にこういう振動状態になってますね。ということで a=0 2イコール0という初期条件を持っていったとすれば x=x というル X2 という ごめんなさいこれ1ですね。<coughs> という振動そしてその時は x1x2 は結局基準振動オメガ1で振動している基準振動オメガ1というのは何だったかというとルート m 分の k なわけで,、ね、で x1 は。 オメガワンの基準振動をしてくれるわけですね。X2 と、しかも X2 も X1 と同じ基準振動をしてくれますよということが出てきたんですね。ということは、こういう条件で振動してやれば、オメガワンの基準振動そのものが見えてくるということになります。これどういう振動でしょうか。というと、同じように振動するわけですから、はい、見ていただいて。 同じように x1 と x2 が同じ振動するというわけですから同じだけずらしてやればいいわけですねそれでパッと離すこれきれいに単振動してますね x1 だけ見ても x2 だけ見ても単振動してますよねきれいな単振動をしているこれがオメガ1で単振動してますよでこれ同じだけ動いずらして動き 同じだけけずらししして動,き出し動かし出したわけですねそうすると真ん中のバネは全然伸び縮みしてませんよね。で真ん中のバネのバネ定数は C。だからこのオメガ1には全然 C が効いてないですよね。真ん中のバネ伸び縮み一切してませんのでバネ定数 C は関与していないという振動状態でこれが1個目の基準振動 Q1 という Q1 イコール a c o ンオメガ T の Q1 これでの そのの二分の一にはなってますけれども、オメガワンという一つの基準振動で振動しているのがこの状態ですよということで、一個目の振動これはこういう振動ですよということになります。そうすると次二つ目、そうすると二つ目 Q2 の方を見てみようとすると、Q2 の方 q2 がどれで見たいのなら q1 消してしまえということで初期条件として a 1イコール0にしちゃえばいいわけですね。ということで a 1イコール0という初期条件に持っていくと初期条件これの場合これになるような初期条件を設定してやったとすると,えとこれ q1 イコール0で q2 イコール Q2 イコールう a 2コサ o ンの、えー、オメガ 2t プラスのアルファ2なわけですね。それから x1 が、えー、x1 はあどううですこれですね。q1 プラス q2 ですからそれで q1 が0ですから q2 だけ残って2分の1の a2 のコサインの、えー、オメガ 2t プラスのアルファ2とこうなるわけです。 ですね、それから x2 の方は x2 の方は、えー、q1-q2 ですから、えー、ああしまたこれ1発1 2分の2 q 1 q q 2か q2 で。 Q 2で2分の1、えー、a 2コサ o ンのオメガ2 t プラスのアル2ァ 2, アルファ2それからマイナス、えー、とマイナスの2分の1マイナス2分の1の、えー、q2 になってマイナス2分の1 a 2、えー、コサ o ンのオメガ2 t プラスのアルファ2と。 こうなるわけですねそうするとこれは、えっと、マイナスの x に等しいということになっていきます。すなわち x と x が逆符号それでしかもオメガ2で単振動これオメガ2というのはオメガ2は何だったかと。 オメガ2は何だったかというとルート m 分の k プラスの 2c のルートであるわけですね。で x1 と x2 が逆位相ということでこう x1 が x1 がこう振動すれば x2 はへっこんでこのちょうど逆 x2 は。 X2 は逆向けに振動しますよということになってかつオメガ2という2つ目の基準振動状態というのが A1 を0の初期条件にしてやればいい。でその時は逆に振動するということでモデルを見ていただいてまず静止状態があって。 逆方向に振動する時がその初期条件に当たっているということですので逆方向に動かしてで振動させるこれ単振動してますよねこれがオメガ2の単振動オメガ2でやってるこのコサインオメガ2 t プラスアルファ2ないしは x2x1 逆方向のこの振動これ単振動してます。でさっきの振動よりもこれ早いですよね。 でかつ真ん中のバネ伸び縮みしてますのでちゃんと C も効いていると。で C の方がまあ両側2個あるにもかかわらずで C は1個なのに逆に C の方2倍の強さでまあ相互作用が効いているということになってなってくる。これが2つ目の基準振動結局ですね結局この任意の振動この 二粒子系における複雑そうなこの複雑そうなとても単振動と思えない何かしかし繰り返し運動らしきことは起こっているというこの振動状態はこれちょっとの複雑なんかけのわからんこのわのからんように振動。 わわけのからんように浸透面白くないです、ね、あこれこれ単振動とは思えないようなこの振動状態は実はこの単,この単振動オメガ1での振動数のこの単振動とそれからこの単振動の和になっていますよというのがこれちゃんと意味しているところですね。一般界は 一般解は2つのオメガ1、オメガ2という単振動の和になっています和になっていますというのがこれなわけですねということでこういう二粒子系の一般的な振動というのが2つの単振動の和で表現できることがわかったということになります それでです、ね、まあ,、えーまあ、あの先に言っておきますとこれはですね一次元系であるということ一次元形であるということとそれで、えーえー、二粒子系であるということで自由度が2つあると。これい 二つ粒子あるいうことは1個の粒子は好きにこう動けるこっちの粒子も好きに動けるということで好きに動けるということをまあ自由度というふうにうでこちら方向に自由度が1個ありますこちら方向に1次元なのでこちら方向に動く自由度が1つありますで合計二つ自由度がある力学系ですよと二つ自由度がある系での振動状態自由度が2つであればそれは2つの基準振動で表せますと。 というのが一般的な話であって三粒子系になれば三つの基準振動の和で表される四粒子系であれば四つの基準振動で表されるということになってくる。なアボガドロス個コある個体の中の原子分子の運動はというとアボガドロス個コの基準振動がの重ね合わせの複雑な振動をするということ複雑とは言っても三角関数の和で表せますよと。 いうこと、まあ、えっ、ー、と三必ずしも三えっ、ー、と三角関数というのは微小振動、これだって大きい振動になったら単振動でなかったわけですよね。大きいし斜めに振るか <laughs>、えー、大きい振動だったらあでこれであの一次元系で一次元系で話し,しましたけども二次元系になってくればですね、ええー、x 方向、y 方向と。 一粒子につついてての自由度ができてくるこちらでもまた x 方向 y 方向という2つの自由度が出てくるということで、えー、とこちらで自由度2こちらで自由度2で合計4つの自由度があるということでこんな二次元形でこれを運動させてやるとですねこの場合には4つの基準振動のこれ二粒子だけども自由度が2になったがゆえに4になったがゆえにこれ 4つのの基準振動の和で表されているすなわちこちら方向 x 方向に2つの基準振動とそれから y 方向に2つの基準振動があってその4つの和でまあ x の4つの基準振動で表現できると。 いう状態になってきま,すまあ今これは見てももう分からなくなるのでともかくこの二粒子系の場合非常にきれいにこうして単振動をしてくれるということが分かります。 ということで一応二粒子系はここまでに二粒子系の場合の微分方程式の解き方線形結合をしてやって座標変換をしてやるという方法で連立微分方程式は解くのだということそしてこういう振動の問題を解こうとすると基準座標に持っていくということ基準座標に持っていくということはその座標だけで一 その座標だけで単振動をするような微分方程式に持っていってやるということをするということで結局答えは自由度ののの数だけの基準振動の和でで表されますすよとということが結論ですそうすると今度さらに一般に多粒子系もっと粒子の数が多いものに持っていった場合にどうなるかという えー、N 粒子系というふうな格好のものにまあ話を持っていったきに、えー、ちゃんと解けますかという話に行くことになります。でその話として、えー、3の2として、えー、多粒子、えー、多次元。 多次元系振動一般論ということでまず一番目調和調和近似 昭和とということのお話をしますそうするとですね、はい、まずですね、えー、先さっき、えー、二粒子系のバネの運動状態を解析する時に、えー、ポテンシャルから運動あのポテンシャルを微分してやって、えー、力が出てくるということでそれぞれの粒子の運動方程式を導出する2つ目のやり方でポテンシャルから 運動方程式を求めましたでポテンシャルの時には先ほど書いたように f イコールマイナスグラディエントの v ポテンシャル v に対してこういうグラディエントで求まりますよというわけで1、まあ、次元一次元であれば f x イコールマイナス d v これが x だけの関数であれば dx と。 こういうポテンシャルが与えられれば力が求まりますとポテンシャルはスカラーの関数でスカラー量をグラディエント取ってやれば先ほどグラディエントの意味を書きましたよね F が出てくる。そうするとですねある、えー、なんかこんなポテンシャルがこういうふうに。 あったとポテンシャル横軸が、X、で横先ほどポテンシャルは 1/2k の二乗というふうな形だったわけですけれども今ポテンシャル2の形でこういう今スカラーの関数ですので、X、の関数がこういうふうなこちら方向にポテンシャル縦軸ポテンシャル。 といいうううのを取っったたグラフですけどもこういうポテンシャルがあったとしましょうそうして今こういうポテンシャルの中である R, 1 R 1に粒子質量 m の粒子がここにいたと x というあるポジションのところに粒子がいましたそうするとこの粒子はこういうポテンシャルを持っていますというのがこのグラフの 表していることでこの粒子はこういうポテンシャルを持っているでこういうポテンシャルを持っていたらそれの x での微係数のマイナスが力ですよということを意味するわけでこういうポテンシャルがあったとするとこの粒子微係数は微微係数はこうですのでえと微係数プラスそれにマイナスが じゃ微係数が風ですよね方微係数がーですのでマイナスついて量としてはプラスでプラスということで向こう方向向こう方向にこういう力を受けますよということでこういうポテンシャルのところにいる粒子はこういう力を受けているということを意味するそのとこう向けに力を受けているとどん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 右の方に移動していくと。 ということになるところがもし例えばこの辺に粒子が今度いたとするとです、ね、ここのところであれば微係数はこういうことですから微係数プラスですからマイナスがついて結局こちら向きに力を受けますねということを意味するわけですね。 そうするとこれ見てみたらもう分かるようにこれ微係数全部この辺プラスですのでマイナスついて左方向こちらにいる限り左の方向に力を受けるだから次ミニマムがあってミニマムよりも左側にあれば微係数がえープラスになってそしてマイナスがつくことによる微係数がプラスに 歩、えー、であってマイナスがついてプラスの力を受けるというのでこっち向きということで、えー、ミニマムより右側にあれば左向きに力を受けるし左側にあれば右向きに力を受けるとで一番ミニマムのたとするとミニマムでは微係数がゼロですのでここでは力を受けないということでここで止めれば止めておけば力働かないで止まり続けるというこれが安定点を意味することになるわけ でそこから右側へ行けば左向きに力を受けるし左へ行けば右向きに力を受けるということでミニマムの安定点に常に戻ろうとするということになってポテンシャルミニマムのところに、えーえー、安定点に行こうとするということが分かります。でこういうポテンシャルミニマムっていうのが安定点を表現することになるんだということはまず一つ分かります。そそれでそうすると ここが安定点なわけでこの安定点の周りで一体どういう安定点の近傍でどういう振る舞いをするかということをちょっと数学的にも見てみましょうということで今安定点のところに縦軸の座標の原点0点を横軸の原点を取りましてそれでポテンシャル Vx ということでミニマムの。<coughs> ミニマムの点にミニマムの点を座標横軸座標の原点に取るということをまあ簡単のためにまずすることにします。そうするとと結局こことこ,ここのここの箇所はですね、かつここの箇所は。 従って x=0 でところで、えー、とこれは極小,極小であるということ極小ですよということを仮定しておきます。それからあもう一つ滑らかであるということ。 なめららかであるということを仮定してなめらかであるという意味は尖っていないということですね数学的に言えば右微係数と左微係数が等しいということを意味しているというのがなめらかということですね それでそうするとこの金棒でこの金棒に来たときに粒子は一体どんな遠く離れていればこうして力がこっち中心に向かって働くということは言いましたけど安定点の近くでは一体どんな運動をするのかということをこれから調べましょうということで金棒近,近くのポテンシャルの様子を解析してみることにします。イコールゼロ近傍の,ゼロ近傍の,のお 金棒の VX をこれをテーラー展開テーラー展開してみましょうとでテーラー展開で VX=V イコール、v、の0点プラス DVDX1 の d, v d X 1回微分の x イコール0の値、えー、<coughs> x の0の値かける x プラス2の階乗分の1の d の v の2回微分の x イコール0での値の x の次乗プラス3の階乗分の1の えー、d の3回微分の dx の3回微分の v の、えー、x=0+ イコール0プラス点点点というのがテーラー展開ですよというわけですね。それで今 ここのところに仮定極小滑らかという仮定を置いていますので置いているわけですけども今、えー、と今、えー、と V の0における値をまあまあこれはもう一定の値ですので V0 としておきましょう。それから、えー、と極小であるということから極小であるということからは、えー、極小点。 dv の dx の x=0 イコールゼロ点で極小であるということはこれが0だということですね1回微分微係数はそこですよということで微係数は0ですよということになってここのところはこれ0になってくるんですね極小。 それから極小でミニマムだということ極小であるということからもう一つは2回微分 D の事情 V の DX の2回微分の X イコール0とこれ今まあ A としてやりますと二分の1つけとこうか二分の1二分の1もつけといてこれとしておくと。 えっとミニマムだということは2回微分が正だということですよね2回微分が正だというのが極小ですよということを意味するということで A は正ですよそれからあここの値この3つ目のこのああごめんなさいこれちここ抜けてますね抜けてますねここ x の3乗がいりますよね x の3乗抜けてます。<coughs> えとこの前のこの係数この係数を今これを改めて B というふうにしてやることにします。そうしますと結局イコール、えー、V0+dVdx が0ですのでこれは極小で0ロ。からプラスこれが A 倍の A 倍の x の事情。 それからプラス b 倍の x の3乗プラス点点点ということでミニマムですよということによって x の1乗が消えてきてると x の1乗の項これがミニマムということで消えてるということと a の値は正ですよということが今度ミニマムということから出てきてると。 ということになりますそうしますとそうしますとですねこれでこれでえポテンシャルのまあ近似的な テーラー展開のポテンシャルのこの0点近くのテーラー展開を今してやったらコンスタントこれが結局 V0 なわけですね。ここが V0 であって V0 で1次の項はなくって2次の項以上から出てくるということになる。そうするとこの粒子の運動方程式こういうポテンシャルの中で0点近傍 0点 X イコール X イコール0金棒での金棒での運動方程式運動,運動方程式はと。 運動方程式は m、m 倍 m の加速度、加速度イコールそれの力 f。これがマイナスの dv/dx ですよというわけですので、今これなわけで、と v ゼロがコンスタントであるということから、とマイナスの二倍の ax、マイナス三倍の bx の二乗、マイナス点点点。と こういうことに力が働きますよ働いていますよということになります。そうするとここでですねここで1項目だけを取ってですね1個目だけを取って2項目以降全部無視ということで3時3時以上。 以上を無視ということを無視ということをしてやればこれはイコールイコールス2 a x 無視してやるとマイナス2 a x ということになってくる。 そうするとこれ微分方程式としては d の事情 xdt の2回微分イコールス m 分の 2ax こうなってくるわけですね。ここだから無視するということはある意味ここがここのとこがネアリーイコールであるわけですね。ネアリーイコール 2AX ということをしてやると。 いうことなわけですねそうするとこういう方程式になってくるこれはまた見慣れた2回微分がマイナスがついてそれでかつ m 分の 2a これは正なわけですね先ほどミニマムということで a 正というのが出てきてるわけでここのとこ正なわけですねでこれはマイナスがついてこれ単振動の式であるわけですね単振動の微分方程式単振動の微分方程式であって これはオメガイコールルート m 分の 2a という固有うう振動数を持った振動状態にこれなっていますよということになってくる。でこれのポイントはここのところで2項目以降を無視してこう言っていてると2項目以降3次以上の項を無視しましたということでこの、えー、この項 禁のことを調和禁止というふうに読,ううに読んでそしてこれが単振動が出てきますということになります。そうすると今やったこれ禁止は何を意味してるかと何を意味。 この近似何を意味しているかということをまた見てみますと今、えー、と3次以上の項を無視しているわけですけども次にまあよく聞くのはこれ、えー、あのだから x が微小量 x が微小量というふうに見れば次乗すればさらに微小になっていくということなわけですけどこれがあこ無視するいうことは、えー、と結局3倍の b の えと X、の事情ですかこれ今 B が正か不正か分かりませんので、えー、絶対値取っとおかんとあきませんけどもこれが、えー、2, 分の2倍の A、X、よりも十分小,小さいという時にこの近似ができる正,正当なわけですね。こういうことが成り立っている。 そうすると結局これ,はこれは何を意味しているかというと X X ありますから結局、X、の絶対値が小なり小なり 3b 分の 3b の絶対値分の2倍の a こういう 2a の 3b とこ,れをこういうことであれ,ばよろあればこの近似がよろしいということを意味しているわけですね。 そうするとこれは何を意味しているかというと、えー、A, A はこれ正で,で、まあ、A とか B 何かまあ今のところの値全然考えてませんけどともかくまあ大雑把に見ればですね、X、が非常に小さければこういう近似が正当ですよということを意味しているわけですね。ともかくここ、まあ、具体的にちょっと見てないですけどともかくまあ X が0近くなら。 あよろしいということは定性的に見れば結局ゼロゼロ近くのところでわずかな変異量であれば調和禁止ができますと調和禁止できるいうことはわずかの変異であればこのポテンシャルはこういう滑らもっと一般的に滑らかな関数は二次関数で定義できますとミニミマムでやる滑らかで 極小であればまず二次関数で近似できますよということを意味しているのがこれなわけですね。そして微小なところはそういう二次で表現できるので二次で表現できれば必ずそこの微小変異の運動状態は単振動になりますということを意味しているわけですね。でこれはですね今あのポテンシャルをですねあのー こういうい、えー、物理的な状況に対してこういうポテンシャルを考えて安定点からのわずかな変異がを生じた時にその復元運動は単振動になりますよと。 いうことを意味しているわけですけどもこれまあちょっといろいろ目を広げてみるとですね政治とかですね人間社会とかですね政治系の経済的なことを見てみてもですねまあ株の動きであるとかから円とドルとのカーセレートであるとかそういうふうなもこう世の中変動しているわけですけど何らかの安定点があってそこのところで微小にいろんな周りからの刺激によってですね 反応が起こってこう振動状態になっていくでまあ政治なんかを見てもですねあるまあ我々日常生活しているある意味では安定状態にあるわけですけどもいろんな問題社会的な問題事件事故が起こったりいろいろな構想があって安定点からずれると。 いうふうなことを見ればその安定点からのレっというのはある意味こうまたその復元力が働いて振動状態になりますよとで株価だってこう何らかのこう振動状態がこう、えー、ありますねということで、えー、微小それはあくまで微小変異なわけですね。で遠く 遠く離れちゃうともうこれ関数の様子全然変わってきますから決して2次関数では表されてなくて微形数複雑な様子当時滑らかなミニ,ミニマム金棒だけでそうですよというわけですね。でまああのー、これ見てみるとミニマムいうのはここにもあるわけですね。ここにもあるわけで えー、ここでもこちらへ行けばこちら向きに力を受けるしここら辺であればこちら向きに力を受けるわけですから、えー、これもこの辺で安定点であるわけでもしも最初にこの辺にいたらですねところが、えー、外力なりが加わってこの振動状態が大きくなっちゃうと大きくなると。 こちら山越しちゃうとこちら側に来てしまえばケースプラスでマイナスがついてこちら向きに力を受けますからマキシマムより右側だったらこっちへ復元力働いてくれますけどもマキシマム越えちゃうと左へ力働くわけですねだからここの山越えた途端にこちらへ戻らずにドカンとこっちへ変わると。 いうことになって、まあ、政治的な状況を考えればです、ねえー、民主党政権もちっちゃなあの障害でごちゃごちゃやってる時にはこの辺の安定状態であるかもしれんけどもでっかいことが起こってガーッと揺すられればポタンとこっちへ行って政権変わっちゃうということにもなるというふうな、まあ、そういうポテンシャルという見方をしてです、ね、世の中から、まあ、そういう政治的な変化それから、まあえー、大あ模な の大恐慌が起こるとかいうのも安定的な株価のところからなんか一つ大きいリーマン・ショックがボーンとくるとポテンあの山越えちゃって別の山に行っちゃうというふうなことが起こるというふうなことで世の中変わると。 いうふうなこともこういうポテンシャルという概念を用いて考えていくとよろしいと。でともかくびしょここではそういうこのポテンシャルと力との関係そしてポテンシャルミニマムここでもこれ,これで安定点でこの近くであれば。 あのゼロ点のここのところでえと単振動してくれるわけでミニマムを持った滑らかなととこころでは単振動というのが起こるだからこそ我々の自然界というのはまずは安定状態があってそこにいろいろとえ外力がちょろちょろ刺激が加わるというわけですけども一般にそれが復元力が働くがゆえに我々の身の回りにいろんな単振振動状態というのはしばしば起こりますよと。 いうことになるわけですねそれでですねまあ,あのこういう物理現象の場合今のえと二粒子系にしてもですね二粒子系の話にしても単身の物理の場合にはですね こういうふうに非常にきれいに数式で数式という言葉を用いて途中いろいろ変換してやることによって物理的なその結果を見てやればその数式が何を意味しているかということをもう一回解釈し直して物理現象というのをよく理解することができるわけですね。 で物理がこうして非常に科学として、えー、と学問として発達してきているのは、えー、とそういう、えー、実験ができるということが非常に大きい要因であるわけですねで我々はこの自然界がどういう原理原則で動いているのかということを知りたいわけですけども自然,に自然界に対して刺激を与えてやるそしてその刺激に対してどう反応してくるかと。 いうことによって、えー、自然界を観察するそれが実験であるわけですねで、その刺激に対する応答を、えー、いろいろ見てやることによって、えー、自然界を解明することができてきたところがですね今例に挙げた政治とか社会とかそういう人間社会のことを見てみるとですね実験ということができない ですよね、でそれは実験やってみればそれは非常にみんな迷惑が被る可能性があるんであって、えーえー、カーセレートがものすごく変わったから日銀が、えー、介,入するど介入してドルを買うとか円買うとかいうことをボカッとやりますけども、えー、それも、えー、まあと,とりあえずやってみたら重要うようなええかげなことでやってみると、えー、非常にの、えー、まずい失敗も起こりうるわけでし 人間社会というのはそういう実験ができないということがあるがゆえに社会科学とかいうのはなかなか分かりにくいそれからもう一つこういうポテンシャルの考えれば人間社会とかそういう経済政治というのはこれ横軸今 X で取りましたけれどもこの X であたるそういう変数が要素が非常にたくさんあるということがあるわけですね。いろんなことがその 原因になっている可能性があって、このポテンシャル、何らかのミニマムユーだってこれはもう X、Y、Z、もういろん、たくさんの次元の座標の中のミニマム状態をとっている。そうするとどの変数を変えてやったときにどういう影響があるかということが非常に、えー、一般社会、人間社会の中ではわかりにくいというところがあって。 ですからそういう社会現象に対してそういう実験ができないということと要素が非常に多いということが、まあ、あの社会科学尋問科学のいろんな解明ということが難しい自然科学ほど明瞭に解明していけない要因であると思うんですね。とところが、まあ、ちょっとまあ私の,あの あの日頃持ってる考えなんですけども社会科学社会とかそういう人間社会というのはそういうふうに実験ができないということがありますけどもしかし実は実験に相当するものが実はあるそれは歴史なわけですね。 で我々の人間の歴史というのは過去ある意味じゃ実験データとして見ることができると思うんですよね。で戦争が起こったでいろんな、えー、悪い状態になったいい状態になったというふうなものを歴史として見てみた時にそれを実験として見て見てどういう因果関係どういう原因があってどういう結果になったかと。 いうことを知る意味で歴史というのは非常に我々にとって参考になる実験例であるというふうに思うんですね。 でとかくまあ今まで皆さんあのいろんな歴史小学校からこう大学に至るまで歴史を習われてきてるわけですけれどもそういう歴史をですね単に何年に誰が何をやったということだけがあの教育されているようですけれどもあのそんなんただいつ誰が何やったということを知るだけというのは別に大して意味のないことであって、えー、その歴史を通じてその中の因果関係なぜ戦争が起こった その戦争によってどういう影響があったかというそれを一つの例として今生きている我々が今後どうすべきであるかということの判断の材料にするということがあの社会科学においては非常に重要である。 物理の場合だったら何回も実験してみて因果関係を調べていくことができるわけですけれども、えー、社会科学ではありませんのでそしていろんな歴史いろんな歴史を見てみることによってこれからの人間のお我々の進むべき方向というものを考えていくそういう見方で歴史というものを皆さん方もぜひ見てほしいというふうに思っていますじゃああの。今日の授業終わりますすけれど、えっと、先週ですね パワ、えーポイントで使って、えーあのーえー、説明をしましたけどもその時なんかプリントが必ずしも後ろまで行っていなかったようですけども、えー、と少し、えー、とプリント残りありますのでもらっていない人は取りに来てくださいそれからレポートを先週出しましてあの今日の10時半締め切りになって,るなってレポートを出しまし,しましたけども、えー、しあそれでそのレポートの,あの回答をあのお渡しします。